はい、ちょっと余談なんですけどね、これ通販で頼んだんですけど、たまに精密機械って書いてる時あるじゃないですか。これ配送業者さんからしたらね、またあいつエロいもん頼んどるなと、そういう風に思われてるんじゃないかと思ってるんですけど、これ考えすぎですかね。お疲れ様でございます。今回はね、そうです、通販でシャオミーのね、あの QT、 そうです、スマホ頼んだんですよ。それを早速、あ、まずね、あの値段なんですけど、14,000円なんで買ったんですよ。アマゾンよりも2,000円ぐらい安い。そうです。あとでね、購入サイトの方は、あの動画概要欄の方にね、リンクを貼り付けておきます。あの価格.comで調べたんでね、あんない納品書に買おう。そうです。レッドミー、これレッドミーって呼ぶんですか ?QT。これを購入しました。うわ、バリバリ梱包され、ああ、やべ、シリアルが見える。バリバリ梱包されてるやないか。ここちょっとカットしましょうか。ここ軽く見ておきましょうか。まず、モデルが、レッドミー QT、カーボングレー、4GB RAM、64GB ROM、内蔵メモリ。そしてね、これが、どこにも書いてない。あ、そうです。あ、スペックはね、また動画概要欄の方にも記載しとくんですけど、6000mAh もあるんですよ。6000mA。今まで使ってたフリーテルのが 2000mAh ぐらいやったんでね、すごい、大容量。ああ、なんてことや。本体先出る。そしてね、これ、急速充電対応してるんですよ。18W の急速充電。そうです。そしてそれ用のアダプター、充電アダプターがね、ついてきました。これ結構いいやつじゃないですか。よくわからんけど、すごい電圧が高い電、あ、違う。18W 出力できるっていうことは、こっからめっちゃ出てきおるっていうことじゃないですか。わからんけど、知らんけど。あんまり詳しいないけど。そして、あ、これですね。これが、あれですね。SIM カードを出すときのピン。これはね、すごい、チャッチーのがついてきます。これなんか自分で作れそうですよね。こんなんやったら。そして、そうなんですよ。これスマホカバーもついてくるんですよ。これ良くないですか？スマホカバーのこの透明のやつもついてきます。付属品はこんな感じですね。まず、この説明書と、スマホカバーで本体と、これタイプ C ですかね。タイプ C のケーブルと、と、これ SIM カードを取り出すピン。これなんて言うんですかね。そしてこのアダプターと箱と、プチプチですね。以上です。そして早速使っていきましょうか。カバーを開けていく。あ、ここに、紹介してないのは 6.53 インチ、だいぶ大きいですよね。そしてカメラが48MP、4800万画素っていうことですかね。ちょっとわからんな。1600万以上がよくわからん。あ、危ない。シリアルが見えた。待ってください。これ、最初からフィルム貼ってあるタイプですね。これで、ブルーライトカットの貼りたい人は、これ剥がさんとあかんということです。最初からこんな貼ってくれ、まあいいんです。サービスで貼ってくれてあると思うんですけど、まあそれはそれで、まあ考えようによっては迷惑。いやいや、まあいいでしょう。主はブルーライトをカットしたいんで。そして、ここちょっとシリアル隠して、カメラはね、そうなんですよ。なんかよくわからんけど、4つもついてますよ。これなんですか?この説明はちょっと別撮りしましょうか。この時点ではよくわかってないです。カメラが4個もついてたら。はい、公式サイトの方を見ていきましょうか。レッドミー QT。そうです。これが今回買ったモデルなんですけど、4800万画素。AI カメラ、6000mAh。バッテリー、カラーバリエーションがこの黒と緑のやつですね。この2色しか出てない。まあいいでしょうか。そしてね、この 18W 急速充電対応。6000mAh の大容量にしてはね、充電早いですね。あ
とスナップドラゴンの662、600番台なんでね、若干 3D ゲームはちょっと厳しいですね。ここの横のボタンなんですけどね、サイド指紋センサー、そうです、ここで指紋登録ができるっていうことです。そしてね、軽く防水が対応してるっていうのがいいですね。雨降ってきた時に防水対応、チャポンってつけるのはダメですよ。そこまでは防水対応してない。そしてカメラですよ、よくわからんかったんですよ。誰でもプロ級の写真が撮れる、800万画素 AI、 4800万画素、なんでカメラが4つもついてるんかっていうことになってきますよね。真ん中が4800万画素、これがメインカメラ、そしてね、広角カメラが800万画素、そして深度カメラ200万画素、これがよくわからんのですけど、多分ピントの深さが200万、いや違うんかな。そしてマクロカメラ、これが接写モードとかに関係あるやつですか。6000ミリバッテリー、モバイルチャージャーなしでも長く使える、28日間、195時間の自動再生、17時間の動画再生、そんなにね連続して見んと思うんですけども。そしてね、長時間使っても劣化しないバッテリー、これがいいですよね。やっぱり単3単4とかエネループとかね、劣化しんようになってきてるんですけど、それがやっぱりスマホに採用された、いや採用されたっていうか、これは単なる技術の進歩やと思うんですけどもね。劣化しないバッテリー、まずSIMカードを入れずに起動時間測りましょうか。はい、電源を入れましたと。そうです、これ Android の確か10なんですよ。9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19秒20秒、ここカットです。起動時間にどれだけかかったかはちょっとカットします。あ、最初に言語英語になってる。日本語選択、日本語一番下ぐらいじゃないですか。チェックして決定、あ、これかで同意します。ちょっと真似しんといてくださいよ。プヌシは変なことやってます。電源つけながらこんな出したらダメですよ。真似しんといてください。そしてね、この SD を入れて、スマホってね、この SD を1枚入れると SIM カードが1枚ぐらいしか入らなかったのがほとんどやったんですけど、なんとこの機種、SD プラス SIM カード2枚させるっていうことですね。これすごいね。これは新しいな。ここちょっとモザイク入れときましょうか。この楽天モバイルで契約してるんですけど、これを入れます。これ最初から入れといてくださいよ。こんな途中で入れたらあかん。ちょっと分からんようになって、一回電源落としていいんかどうか。あ、そしてネットワークに接続が自動になりました。これちょっとしばらく待ってみましょうか。家の Wi-Fi が見つかったな。あれ消えた。そうです。家の Wi-Fi を、あ、ここにパスワード、あ、これモザイク入れましょうか。これを接続していく。家の Wi-Fi のネットワークですね。あ、失敗してるやん。入力ミスか。1週間ぐらい使ってみた感想なんですけどね、やっぱゲームはね、若干、あー危ない、住所がバレる。ゲームは若干ね、パズドラエレストはいいんですけど、このブースト機能を使っても若干ヌルヌル動きますね。そうですよ、ピースがね、あー、ピースじゃない、ドロップがあんまり動かないですよ。例えばなんですけどね、このピースを、ピースじゃない、ドロップを動かすとき、これね、若干遅れますよ。ちょっと見てください。そう、これヌルヌル動くんですよ。なんかね、この遅れてついてくる感じ、これが若干気に入らないですけどね。これびっくりしたんですけど、これ左右から音出るんですよ。この上と下に、これゲームが縦向きやからそうなんですけど、これステレオ、まさかのモノラル、どっちでした、両方から音聞こえるやつです。ゲーム1日1時間ぐらいやっても、これそんなにね CPU 消費しないんですけど、1日1時間やっても2日ぐらいバッテリー持ちますね。そうです、6000ミリもあるんでね、今まで使って
ってたスマホと3倍ぐらい違いますね。若干有機EL なんですけど、これぐらいまでね、明るくしないと、ちょっと若干暗いですね。なんていうんですか、この明るさ自動にしたら結構暗いんですよ。だからこの半分ちょっとぐらいまで、半分よりちょっと少ないぐらいまでね、調整しないと画面が暗く感じます。有機EL せっかく使ってるのに明るくしないと、なんか画面暗いっていうのがね、若干その省エネに対応してない？実質省エネじゃない？じゃあ有機EL違ってよかったなと思ってますけど。CPU がね、スナップドラゴンの600番台なんで、そんなに重いゲームは遊べないですかね。その荒野行動とかやったらね、結構厳しいなと思ってます。そうですね、エリストぐらいやったら、あれスタミナがないよ、エリストぐらいやったら十分遊べますね。そしてね、この時にここをスライドさせると録画機能とかついたんですよ、デフォルトで。これが便利ですね。ゲームを録画したりできるっていうことですよね。まあ、録画できてるんですか？あれ、わからん。今、どっちや。録画できてないでした。録画したらね、動作めっちゃ重くなります。これ終了しましょうか。カメラですけどね、カメラの方はね、他の人がいろいろレビューしてあるんで、もういいかなと思ってます。まあ、綺麗ですよね。AI をオンにして、これでいいんですか？なんか暗い。あ、めっちゃずれてる。今、撮れてない。撮れてるところ撮れてない。どういうことや？いや、わかりにくい。接写モードで使ってるのにわかりにくいよ。カメラですけどね、僕の人の顔が映る。カメラですけどね、この写真とビデオとプロっていうのがあるんですよ。このプロのところに合わせて、そしてこの48メガピクセル、4800万画素ですか。これで、顔が映る。そして顔が映るわ。これ撮影すること、写真撮ることが可能ですね。はい、撮れました。確認しましょうか。綺麗かどうかって言われると、綺麗なんですか？ 4800万画素。撮影してるところ撮影しましょうか。撮影できてました？うわ、手がぶれてる。だいぶ反射してるな。あと、ちょっと余談なんですけど、この四角と三角はね、設定上で入れ替えられます。価格コムに、価格ドットコムに評価を書くと100円割引になります。今回それやってないんですけどね。最後に写真の比較だけやっておきましょうか。これがフリーテル、今まで使ってた端末の写真ですね。そしてこちらが今回購入した QT の方ですね。サイズちょっと合ってないんですけどもね。これ比較したらやっぱり QT の方が綺麗ですよね。これがフリーテルのレイ2デュアルで撮影した動画ですね。 GP を接写モードで撮ってます。そうです、まあ綺麗です。これが QT の方です。ちょっと黄色っぽくないですかね。これデフォルトの色がね、若干はっきりしてるのがわかります。そしてね、使ってみて分かったんですけど、手ブレ補正があんまり良くないですよね。これはウプ主の使い方が悪かったのかもしれないですけど、会話以上で終わっておきましょうか。写真の比較とかまた別の動画で上げておきましょうかね。それでは急に終わっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このコックリさんのシート、家の部分がない？灰と灰しかない？え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね。